イギリスのフルート職人ピーター・ボレルが制作したアフリカンブラックウッド製アイリッシュピッコロ6キー付き D 缶をご紹介します。アイリッシュピッコロは普段アイリッシュセッションであまり見かけることはありませんが、音響設備がなかった時代にダンスホールで遠くまで音が届くので重宝されていました。アイリッシュピッコロはティンホイッスルと同じく6つの穴が開いていて、下から順番に指穴を開いていくことで D 調、2調調の音階が得られます。普段ティンホイッスルを演奏している方でしたら、同じ指使いで横に構えて演奏することができます。キーは6つついています。下から右手の小指で操作する D シャープ、右手の薬指で操作する F ナチュラルと、同じく左手の小指で操作する F ナチュラル、左手の小指で操作する G シャープ、そして左手の親指で操作する B フラット、そして右手の人差し指で操作する C ナチュラルの6つです。このように全ての半音階を演奏することができます。普段ティンホイッスルを吹いている方は半音階や二調調以外の調を演奏するときに指使いが難しくなるかと思いますが、キーを使うことで様々な調に対応できるようになります。また普段クラシックのピッコロを吹いている方は同じような指の感覚でアイリッシュを演奏することができます。ぜひお試しになってください。